今日は告知です。3月3日だっけな、3日だよね、3月3日の、浜松の、イベントの告知です。ちょうど1週間前ということでね、ぜひお越しくださいということですね。無料で止められる駐車場が400台以上あるということなので、行きやすいということです。なんか今週作ったものもこれでついでに紹介するか。今週作ったのは、そうそう、これね、ピアス、これ、作りました。ちょっと前回持ってったやつよりも一回り大きいやつですね。これはあと他に、違う色のやつもありまして、違う色もね作ったやつがこんな感じでありまして、いろんな色の、爬虫類の目を作りました。あとはですね、こんな感じ、こんな感じの、ピルケースを作りました。こんな風に開きまして、こっち側は鏡としても使えるし、中にもなんかこう入れられるような小物入れとして使えるようなものですね。はい、これが3種類あります。これとこれですね。サイズは全部一緒です。こういうネックレスですね。こういうネックレス、さっきのヒョウモンとかゲモトキのね、ネックレスです。トカゲの形したやつとかもね、こう作ってみました。あとはこれね、双子ヒゲトカゲのピアス。別の、バージョンの双子ヒゲトカゲですね。ちょっと上向いてる感じかな。これもレオパのネックレス、ちょっとピンボケしてるな。これぐらいの後ろじゃないと映らないのかな。はい、こんな感じで作ってます。はい、じゃあイベントはね、もうあっという間でね、来週ということなので、これで終わろうと思います。
ありがとうございました。